XB-19XB-19 はアメリカ陸軍航空隊向けにダグラス社が試作した爆撃機で1938年に試作機一機のみ建造された。当時としては最大規模の10爆撃機であった。同時期にボーイング社も同様に大きな機体を試作しており、そちらは XB-15 である。1930年代に入り、 アメリカ陸軍航空隊は、超長距離爆撃機の開発を各航空機メーカーに求めた。各メーカーの開発計画は、XBLR として、ボーイング社案には、XBLR-1、ダグラス社案には、XBLR-2、シコルスキー社案には、XBLR-3 の名称が付けられた。ダグラス社も長距離爆撃機の検討を行っており、 モックアップ審査の後、1935年10月18日に、XBLR-2 の発注がなされた。1936年3月8日に、XB-19 の名称が与えられている。ダグラス社は開発中に、機体が技術的に見るべきところがなく、その割にコストや開発時間がかかることに気づき、開発中止を望むようになった。しかし、 陸軍航空隊は大型爆撃機建造技術の開発と飛行特性の研究のための実験機としての利用を望み、父としたペースながら開発は継続された。機体は全幅64.6メートルに達する大型機であり、キッチンやトイレ、ベッド発祥まで備えており、立ったまま胴体内部を行き来ができ、飛行中に内側からエンジンの点検すら可能である。 大きさは当時の主力重爆 B-17 を2機並べた時よりも横幅が大きく B-36 出現前までは最大のサイズを誇った巨人機であった武装は 37mm 機関砲塔2機をはじめとして 12.7mm、7.62mm 機関銃が5丁ずつ、計12門が装備され爆弾は 標準で12,580リットルビーだが燃料を削減することで最大37,100リットルビーまで搭載可能だった。1936年3月8日に XB-19 の名称が与えられている。百四十一年六月十七日に初飛行に成功し、百四十三年にはエンジンをライト r 三百五十 空冷製型エンジンからアリソン V-1710 を左右に2つつないだ、液冷膨れず、W 型エンジンであるアリソン V-3420 に換装され、XB-19A となった。試験機としての使命が終わった後は、空軍発足後の1949年まで輸送機として使用された。空軍では退役した XB-19A を、 保存展示する計画があったが、当時はまだ退役航空機を展示する博物館がなかったため、結局、x b 1 9への完全な機体は保存されなかった。ランディングギアのタイヤのみが2つ残され、それぞれ米国オハイオ州の国立アメリカ空軍博物館という他州のアメリカ空軍ヒル基地付属ヒル航空博物館に展示されている。ありがとうございます。